リニア工事に伴い山梨県から静岡県に進むボーリング調査が県境を越えたことについて JR 東海の丹羽俊介社長はきょうの会見で今後も慎重に調査を進める姿勢を示しました南アルプスのリニア工事を前に JR 東海は地質や湧水の状況を調べるため山梨県から静岡県に向かってボーリング調査を行っています JR 東海によりますと、ボーリングは昨日午前5時半ごろ県境を越え、昨日時点で静岡県側に10メートルの地点まで進んだということです。JR 東海の庭社長は今日の会見で、融水の量や温度を県や静岡市などに毎日報告していくと話しました。 私どもとしては県境から静岡県側の、えーまあ、未調査区間ですね、まだ調査が済んでいない区間、これについて調査を実施していきたいというふうに考えているところでございます、ただ、まあ、どこまで実施できるかというのは、実質の状況等によると JR 東海によりますと、これまでに管理地を超える湧水の発生はないということです。県は東海に対し リスク管理の確実な実施や不測の事態が起きたときの速やかな報告と対応などを求めています。